俺らの勝ちだぜ。ごめん、みんな。やっぱりサスケくんは私一人でやる。まさかキバやリーさんこと、カカシ先生、すみません。久しぶりだな、団蔵。ウチハの事件以来だな。ウチハ、まだだか。ゆっくり話をするつもりもなしか。話ならば、お前を捕獲した後、存分にできる。なるほど。まだら。奴の能力は未知だ。用心しろ。はっ。サスケくんがこの先に。名は、ウチハ・サスケ。サクラ、いてえよ。さくら、誰だ、お前をそんなにしたやつは。やっぱりサスケくんが最高ね。サスケ、俺と勝負しろってばよ。うすらトンカチが、なんでお前とそんなことを。仲がいいね、お前たち。私がやらなきゃ、サスケくん。さて、これで邪魔者はいなくなった。団蔵、そろそろ本番と行くか。ウチハ、サスケか。サスケ、お前は下がっていろ。巻き込まれれば死ぬぞ。さて、どれほどか見せてもらうぞ、サスケ。貴様を始末する前に、一つお前に聞いておきたいことがある。なんだ？お前を含む木の葉上層部の命令で、ウチハイたちに俺の一族を抹殺させたのは本当か？本当かと聞いてるんだ。あいつはそんな男ではないと思っていたが、いたちめえ、死に際に全て喋りおったか。やはりお前だけは特別だったようだな。本当だったってことか。自己犠牲、それが忍びだ。日の目を見ることもなく影の功労者、それが忍び本来の姿。いたちだけではない、
多くの忍びがそうやって死んでいった。そういう者たちのおかげで平和は維持されてきたのだ。だがお前に秘密を明かしたイタチは木の葉に対する裏切り。それ以上イタチを語るな。そうだな、これよりは目で語る戦い、言葉は不要だ。戦闘開始。アマテラス、ほう、俺が潰す。小僧、テントン、ダグッテントン、連邦、こんなゴミの命だと残す必要があったというのだ。イタチ、お前に言うと失敗そのものではないか。ただの小僧ではないというか。消えろ、残像。わしを凌駕するか。その姿がお前にはお似合いだ。勝負あり。わかったか、俺の絶望はお前の。これが目で語る戦いだ。うちゃをなめるな。自己犠牲を語ったお前が人質とはな。自分の命が惜しいわけではない。木の葉のため、忍びの世のため、わしはこんなところで死ぬわけにはいかん。どんな手を使っても生き延びる。この女はそのための犠牲だ。助けて。動くな、カリン。
人質ごと